っとゴミの少ない街になることを、切に願っております、皆さん本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。でこちら第3位の商品はですね、マダムさん、こちらですよ、はい、商品、はい、商品券がですね3,000円分、はい、そしてマックカード2枚、はい、贈呈させていただきました。お使いください。おめでとうございました。おめでとうございました。はい、おめでとうございます。皆さんにはですね、はい、この商品券、これ、はい、今度商店街の商品券でございます、はいはい、今度 あの商店で使える商品券5,000円分、それとマックカードが3枚入っております。はい、どうぞお使いください。ではお受け取りください。おめでとうございます。おめでとうございます。一言お願いいたします。愛する長野のためにここ、貢献できたことは本当に嬉しいです。来年もこういうことをやっていただけたら後輩に託したいと思います。本日はありがとうございました。送られます、はい、特別賞2組は生きがいを作る会さん、おめでとうございます。おめでとうございます。どうぞこちらお越しください。生きがいを作る会さん、はい、特別賞が送られます。今回はおめでとうございます。おめでとうございます。一言お願いします。はい、皆さんありがとうございます。生きがいの会でございます。皆さんももう50年したらぜひ我々の会に入っていただきたいと思います。来年のことを言うとね、鬼は笑いますし、私たち、平均年齢70歳でございますので、来年はありませんかもしれません。でも頑張っていきます。そして生きがいの会をねやっておりますので、ぜひ今日は皆さん若々しい顔を見させていただいて本当にありがとうございます。この若い力で長野市を良くしましょう。ありがとうございました。おめでとうございました。ムービー賞はマルワチームさん、マルワチームさん、おめでとうございます。おめでとうございます。どうぞお越しください。まあ、大変暑い中でしたけども、またこういったちょっと違う見つけを見せなきゃいけないなと思いました。ありがとうございました。おめでとうございました。当商店街の商品券1万円分と1万円分、あとマックカード5枚、5枚、はい、差し上げます、はい。では発表お願いいたします、はい、第1回長野グリーンシティライオンズクラブ杯スポーツゴミ拾い大会、栄えある優勝は重量 9.6kg 1362.5 ポイント獲得のチームワークさんです。おめでとうございます。おめでとうございます。ワークさん、どうぞこちらお越しください。ワークさん、どうぞ。皆さん、どうぞお上がりください。皆さんで、どうぞ。優勝ワーク殿、以下どうぞ。おめでとうございます。一言ずつね、はい、もらいたいんですけど、二人に聞いてみようか。そうですね、まずね、はい、じゃあそこのマイクの前にちょっと立って、マイクの前に立ってちょっと二人で、二人でせっかくだから、どの辺でゴミ拾いましたか。一番多かったとこどこ。どの辺ですか。どの辺でゴミが一番拾えましたか。権堂のど真ん中です。ど真ん中、はい、ど真ん中とはアーケードと。アーケードの途中ら辺です。おー、そして街歩いてみてどうだった。ゴミ多かったですね。多かった、はい、ほら、彼はどうだ。今日優勝したポイントは何だったの。小さいゴミから拾って、たくさん貯められて、そして、まあ、私もつながっていきます。小さいゴミをコツコツいっぱい取ってったんだ。どんなゴミが一番多かったですか。ペットボトルですね。ペットボトルなんか多いですね。今日もね、暑かったですからね、きっとね、これから気をつけなきゃいけませんね。私たちもね、生活しながらも そんなことをね、気をつけていきましょう。じゃあ、はい、ちょっと感想を、優勝者感想を最後皆さんに、はい、お願いします。来年もまたやりましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ね、第1回目の、このゴミスポの優勝者ですから、おめでとうございました。ワークさんでした。おめでとうございました。
ドモビルスでみんなで参加してください。ありがとうございました。参加してくださいね。はい、第1回目ということでですね、至らぬ点がですねあったかと思います。また来年はですねパワーアップしてまたこの企画行いたいと思いますので、ぜひ皆様、来年もご参加のほどよろしくお願い申し上げます。またどうでしょうか、1時間街の中歩いてみて、なかなかこう長野市街地をですね1時間歩くことないと思うんですよね。そういった中でですねこう1時間歩いていただいて、長野市中心市街地のいいところ、今まで目にしてなかったところですがですね非常に見えてきたんじゃないかなというふうに思います。ぜひですね、最近は郊外中心になってますけども、ぜひ長野中心市街地にですね目を向けて、行っていただければなというふうに思っております。本日は暑い中本当にありがとうございます。また来年皆様にお会いする日を楽しみにしておりますのでよろしくお願いします。以上でございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ちっちゃい子前に。そうですね、子供たちできるだけ前の方にお越しください。背の高い人は後ろに。はい、大人の方後ろで、子供たち前の方にお越しください。スポーツは違いますよ。突っ込んでくれ、そう、突っ込んでくれ、ね、私も今突っ込んでくれ、ね、すいません。すいません、行きましょう。ゴミ拾いはスポーツだ。ゴミ拾いはスポーツだ。こんにちは、長野インターネットフジロックと申します。はい、長野グリーンシティライオンズクラブの赤地ひとみと申します。赤地さん、こんにちは。こんにちは。同じく長野グリーンシティライオンズクラブ幹事の愛坂と申します。愛坂さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は、ゴミ拾いはスポーツだということで、第1回のイベントが行われたと思うんですけども、それにあたって何か、どういう趣旨で行われたのか、その辺をお願いします。そうですね、青少年健全育成ということと、はい、それからやはり地域社会にどうやって貢献できるかというような観点から、こういうその授業をやっているということを知りまして、はい、それで今回取り入れたというそういう経緯です。ということはどこか他の県とかそういうところでもやってらっしゃるということは、今日本全国で今、はい、やってましてですね、はい、長野県では初めてなんですけども、440件ぐらいはもうやっていますね、はい、県内では初めて。県内では初めてです。どのようなこれはスポーツなんですか。はい、本当に単純にゴミ拾いをスポーツ化してるものなんですけども、はい、でもさ、その中にはきっちりとした、はい、ルールっていうものが決めてまして、なるほど、はい、そういったの制限時間内できっちりルール決めてやるってことが、今回になりますね、はい、今回 の、 そのルールはどんな感じだったんでしょうか。はい、一番はですね、やっぱ走っちゃいけないっていうのがあります。はいはいはい、それとやっぱエリアを決めてるってことですね。エリアがね、はい、でやっぱ一番最大はチーム戦ですね、はい、やっぱ一人でゴミ拾いじゃなくて、まずチーム3人から5人でやるってことが大事ってことで、人数は5人決まってる。3人から5人って決まってます。はい、必ずチームでやると。ちょっと幅がありますけど、3人から5人っていうと、はい、ハンディはないんですけどね、はい、どうしても3人しか集まらないって方もいらっしゃったので、うん、3人から5人って形で1チームで、はい、それから地域によってもね、ゴミが多いところと少ないところ、はい、結果的に本当は少ない方がいいんだろうと思うんですけども、はいはい、たくさん集まったっていう、はい、その辺はどうでしょうかね。そうですね、やはり人通りの多いところは比較的そのゴミが少ないっていうのもあります。それでやはり脇道に入ればですね、結構やっぱり折ってるんですね、はい、だからそういう面でのハンディもなく、そうですね、ないならないなりにいろんなゴミを脇に入って、そうです、そうです、探そうと。そうですね、そうです、そういうことでしょうかね。そうです、そうです。あとやっぱり子供たちにもね、はい、ちょっとやっぱりそこら辺面白くやってもらうためにはやっぱりタバコの吸い殻ポイントあげたんですよ、ただ重さだけじゃなくて、ポイントつってましたね。そうです、重さだけじゃなくて、その種類によってポイントを変えるってこともルール取り、タバコは何ポイントなの。タバコだけは特別 100g100 ポイントって形で。そうなんですよ、はい、そういう意味では
ちょっと何とも比較がしようがないですね。そうですね、本当に一概に重いもんだけってわけじゃないので、今回もそうですけど、やはりキロ数でいけば多い方もいるんですよ、でも優勝できなかった。でもキロ数が少なくても、今先ほど言ったそのタバコの吸い殻だとか、あるいは100ポイントになるから、結局そのタバコの吸い殻が多く拾った方はやはり点数も多くなるから、まあ、優勝すると、そういうことですね。子供でも優勝が可能性があると、そういうこと、そういう意味では平等っていうことなんですよね。そうですフェアなスポーツと。そうです、はい、まあ第1回が終わって来年に向けてどうでしょうか。来年に向けてですね、まあ、今回その正直今年の1月にこういう話になって、なったもんですから、それからちょっと期間がなかったんですね、やはりもっと早くから準備して、それで人っていうんですかね、こういうそのチームを組む人、それから審判する方も結構募集かけたんですけど、なかなか集まらなかったっていうのがあります。だからもっと早くから動けば、もっとそのなんていうかな、確保できるんじゃないのかなっていうふうに今反省してますけど、どうですか。おっしゃってください。今会長が言った通り、もう一つはやっぱり我々ライオンズクラブってなかなか地域と関わり合いがなかったっていうのもあったので、やっぱり会長と一緒にそこら辺は学生さんですね、まず大学をもうそこら中回ったっていうのはまた一つ実績になったかなと思って、人集めのために。そうですね、回ったりだと。回りますね、すごくいい感触だったので、また次回はね、今度その学生と一緒にやってきたとあります。特にその年齢制限とかそういうのはないんですね。ないです、ないです。今回の参加の一番の年長者は何歳ぐらいだったんですかね、会長。78かな、はいはいはい、確か78だと思います。結構1時間って言うと長いですよね。そうですね、意外とね、ありますよね。ゴミを拾いながらスポーツと。そうです、いうことで。そうです年内もう一回あるんですか。年内は当初ね、またそれのところもこれからまあみんなで相談しなくちゃならない部分だと思いますけども、まあ、反省も含めて。そうです、今後に向けて。そうです、もっともっと話していきたいと思います。そうです、ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。